叩くコメントが増えて、それを鹿として配信すればどん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 数えるだけ、そして元の位置に戻るだけだよ。ランランありがとう。赤ちゃんいらっしゃいね。誰とでもそんな行為をする女性配信は魅力ない。女性配信魅力ないでしょ。だって別に性の対象とか恋愛対象見てないんだから。アポロいらっしゃい。そもそもそういうので見てねえから、どうでもいいんだけど、僕からすると、小鳥いらっしゃい、ポンポンいらっしゃい。でも予算を利用するならば、本当にとことん利用できる人間じゃないとダメだと思うよ。ただ体張るけど、絶対にね、もうそのもうよっさんからとことん金を引っ張ってやろうとか、よっさんとね、これよっさんで売名するためにね、売名するためにとことんね、よっさんが求めること全部応じるつもりで、そういう気持ちでないと、やるかやらないかは別として、そういう気持ちでないとダメ。配信者としてはやるならばだけど、売名するならば、もう自分のリスナー捨てると思った方がいいもん。正直自分どころにいる 元からいるリスナーは全部捨てて、一から最初からスタートするよっていう気持ちで、そこで残った人間だけでやろうっていう気持ちじゃないと無理。ベイチンいらっしゃい、ザクロヒメいらっしゃい、ウルトラ Q いらっしゃい。予算だと親と住んでる。そもそも予算と絡んでうまくいった配信者いるのか。います。予算と絡んでうまくいった配信者、なんとこの配信会、僕も長い間ね、この9年間見てきてますけど、一人だけいる。一人だけいるよ。よっさんと今までコラボしたりとか関わってね、未だにそこそこの人数を集め残ってる人間が一人だけ、このふわってで今放送してますけどね、ラミヤさん、誰かいらっしゃい。ラミヤさんだね。クーコはもう数ってんじゃん。だって、ラミヤさんだけだね。ラミヤさんはね、よっさんと付き合ってたからね、まず。ラミヤさんだけだね、残ってんのは。栃木県代表いらっしゃい。そこそこね、3桁ぐらいの閲覧取ってるし、自分独自の配信してもずっとニコ生でもやってたしね。南の風いらっしゃい、うん、ラミヤさんはもうあれだからね、すごいよ。そういう面では抜けてるよ。だけじゃね、きっと。ラミヤさんぶっ飛んでいくからなある意味人格変わるからな。人格変わるから、あの人は。だから、ぶっ飛んでる。メラニーちゃんって知らないもん。マイナーだもん、そんな配信者。あとは、あれだろうな。でも俺ね、よっさんを見ていると、最近のよっさん、ここね、最近のよっさんを見ていると、1ヶ月2ヶ月ぐらいのよっさんを見ていると、特に1ヶ月ぐらいのこのよっさんを見ている、夏入るぐらいまでの、入る前ぐらいかな、見てると、なんかよっさん焦ってる気がする。俺はね、俺はそう見えるのよ。すごくよっさんを見ていて、よっさんの放送を見ることがあるんだけど、そのやっぱり高い数値でこうやって放送をやっているからなんだろうな。なんだろう、いつもさ1000人ぐらいさ、なんかさ、なんかあれば1000人ぐらい絶対行ってる放送だったじゃん、よっさんの放送って。でもふわっちってさ、全体的にリスナーをコマとするならば、コマが、全体のコマが少ないじゃん。ツイキャスとかと比べるとコマが少ないじゃん、リスナーのコマが。だからリスナーが取り合いじゃん。例えばふわっち、ツイキャスは1万人、もしくは1万1000人、1万2000人って、こうやってどん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 リスナーが増えてるわけよ、全体的に。
ツイキャスを見てる人が増えてるわけだ。でもフワッチって1000人ぐらいしかリスナーのコマがなくて、その1000人の中だん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 このフワッチっていうところを使用している人間がリスナーは減ってるわけだよ。そのコマの取り合いになってるだけなんだよ今な。新しいコマが入ってこないからなかなか、なんかコマの取り合いになってるの。だからその自然と目立つのがさ、大手配信者と呼ばれるよっさんとかさ、金梅とかさ、人を集めてる、極端に人を集めてる配信者のところって減るのも目立つんだよね。俺ぐらいのところだとね、200人とか300人ぐらいだから、減ってもたかが知れてるわけよ。そっから10分の1減ったってたかが知れてるわけだ。20人とか30人ぐらいしか減らないわけじゃん。でもよっさんところから1000人ぐらいのところから減ると100人減るわけでしょ。1割減るだけで、俺のところで1割減ったって30人じゃん。だから目立つんだよ、すごい。多いところは1割減るっていうことを考えれば、俺のところの1割とよっさんところの1割、金梅のところの1割って違うんだからさ、もちろん数はもっとね、1割減ったってたかが知れてるじゃん。1人ぐらいでしょ、1人とか2人でしょ。なんか今のよっさん見てるとすごく自分一人でやることの限界を感じるような気がする、俺は。でそのコラボが増えてるっていうのももちろんね、最近女性とかってコラボっていうのも、まあ、女性配信は見つけやすいのもあるけど、でもなんかすごく自分一人じゃまずいんだなって、自分の閲覧気にして、やっぱり1000超えなくなってきたな、700くらいかっていうことを気にしたりとかもしてるし、その中でじゃあ700くらいだから、じゃあなんか新しいものを起こそうっていう感じもないわけよ。まあああいう体だから、なんか一人での限界を感じるような気がするよ、おっさんって。まあ花火くれだけでずっとね、その閲覧を維持できるとは思わないけど、なんかそれを感じる。多分俺は一番焦ってるのは今よっさんなんじゃないかなと思うもん。見てるとね、競馬放送もなんかいまいち前よりは人気なくなってきたし、そうそう、もうゲーム配信はもう森ちゃんダメなんだろうね。よっさんのゲーム配信人気あったけど、逆に数えることになってるからな。ピーちゃんいらっしゃい。まあでも俺は結果だと思うよ。まあ深夜の帝王、確かに深夜やればね、閲覧数すごく多いしね、夜の帝王、深夜の帝王だと思いますよ、僕もよっさんは。ただあまりにもお金を得た、閲覧数もこのフワッチはすごくレベルが高い位置にいる、なんかそこにあぐらをかいて天狗になってたから、よっさんはよっそんなりに落ちてきたんじゃないかなと俺は見てるけど、天狗になった結果だと思うよ。あのうなちゃんマンそうじゃん、俺はよ、レジェンドだからよ、ああ、佐野は佐野だろって言ってきて、ね、ずーっとこのフワッチでやってて、ね、最初はやっぱり良かったけど、だんだんと落ちてって、まあ落ち着いて安定数になって、今では語られることって、俺と香川の放送ぐらいでしょ、うなちゃんマン。ね、そうなるんだ。よっさんも、だからそれを感じてんじゃね、自分の存在感っていうのは、まあ結局、今のところ女性と絡んだりとかして、コラボして、出してるけど、じゃあ通常配信よっさん話題になるかってならない。ならなくね、よっさんの話ってあんま出なくない、通常配信。他の放送でも仮想配信でもそうだけど、よっさんの話聞かないでしょ。よっさんのこと知らない人間はこのフワッチいないと思うけど、ならない。そりゃそうだよ。何も物事ないから、何か新しいことやろうと思ってないし、ただ家でくれ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 言ってるだけでしょ。で、女とベロチューした時だけ話題になるけど、じゃあそれだけでしょ。だから、危機感を感じてるんだと思うよ、俺は。まあハングリーにできないのもあるけどね、あの体だから、よっさんは。あとはよっさんの中でちょっと肩透かしみたいなのあったんじゃない。あ、くるみありがとう花火。外配信やってさ、リスナーさんとオフ会やると、地方えね、地方都市九州の方行ったりとか、そういう風にしてオフ会やると、全部自分が飲み代出すっていうのをやったけど、結局思った以上に集まんなかったじゃん、話題にもならなかったじゃん。よっさんは多分金使ってリスナーさんとオフ会やればいっぱい人来るだろう、そして話題になるだろう、放送も盛り上がるだろうとか考えたんじゃないの。でも、まあ、結局金の力ではどうにもならなかったっていうのが、まあ実情なんじゃない。ちいちゃんいらっしゃい。まあそりゃ来ないよね。オフ会に来る人間は全部オフ会代はおごりだけど、
あの金持ってきてくださいねみたいに言われてりゃそれはリスナーも行く人も少ないとは思うよな。もう少しなんかまあまあよっさんは焦ってるような気がする。すげえな雷が。焦ってるような気がする。俺はね分かんないけど、よっさんやるならば金映えってなんか金映えファミリーみたいなのがあんじゃん。まあ前までだったらミュウツー、今ミュウツーとなんか喧嘩別れしてるらしいけど、なんかまあ金映えファミリーみたいなのってあんじゃん。なんか、雑魚集団引っ提げてなんかあの集まる会みたいなのをやったりとかするじゃんね。金映えを崇拝してる配信者たちって結構このふわっているじゃん。よっさんも作ればいいのね。まあ、よっさんはね暗黒ファミリーみたいなね、横山みどりとニコ玉の横山みどりとツイキャスの野田ゾーリとで、ふわっちのよっさん。すげえな、よく考えたらね。ニコ生の、ニコ生のトップ、ね、結構トップの方のね、横山みどり、ツイキャスの結構トップの方、まあ、これこれとか石川とかいるけど、トップの方のね、野田、そしてふわっちの帝王、よっさん。すごいよね、よく考えたらね、この3人ってね。なんだ、暗黒ファミリーってすごいな、よく考えたら。そのうちの二人を俺蹴飛ばしてるから、あと野田だけだな、蹴飛ばすの。で、よっさんファミリーって作った時だって女性じゃん、全部。下心しかねえじゃん。よっさんファミリーとか言ってさ、ニコ生時代さ、作ったりとかしててさ、こうやってさ、ふわっちでもこうやってやってからさ、よっさんファミリーで作ったけど、全員女性なんだよね。マジで。100人以上いらっしゃい。だめね、下心丸見えなんだよ。そうそう、どれの深夜食堂は金梅のことを師匠って呼んでるじゃん、ね、例えば小島グランプリみたいに気違い配信やったりとか結構ね、グロい配信をやったりとかするんだったら俺金梅のことを師匠って呼ぶなら分かるけど、どれの深夜食堂みたいにな、下半身ね、パンツも履かないでこうやってね下半身見えないようにして雑談してる人間が金梅のことをね師匠って呼ぶのは絶対に俺下心しかないと思うよ。下心、2つの下心。まずな、金梅は閲覧があるから、師匠って言ってけば、金梅のリスナーからのおこぼれがもらえるから、アイテムだろ？アイテム。それとこれ。の、もうどちらかだよ。つか、どちらかもしれないし。二つかもしれないし、どちらかかもしれないし。下心しかない。よきないらっしゃい。そんなもんだろ。ドレッシーに感謝。どれも見てねえな、俺ブロックしてから、これはある。あれでも予算わかんないけども、予算ね、なんかありそうだけどね、予算だったらあそこまでの知名度、人気度あれば、なんかできそうな気がするけどね。俺はやっぱなんか思う、一人でやってた方がすげえ楽、マジで。一人でやってんのすげえ楽だな、超楽。なんか人がいるとやっぱり気使うからな、配信者とコラボとか気使うしね。俺さ、金梅とかさ、よっさんみたいに俺できないんだよね。そのさ、自分が有名、人を集めてる配信者だから。ああ、おめえ、閲覧いくつなんだよ。あ？過疎がよ。あ？だからダメなんで集まんねん。できねえんだよ、俺、そういうの。そういうのを見てると、そういうのをリアルの、ね、こうやって飲み会とか、飲んでる席とかで、そういう話をされるとね、え？バカじゃないの？じゃあそれはインターネット上でやることであってね、わかる？ネット上の自分ち、俺は俺、
よっさんはよっさん、金梅は金梅って各自の家の中で自分独自の放送の雑談放送の時に自分がギャー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 言ったりとか、よっさんが自分の独自の単独配信の時にギャー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 言うことであって、外で一緒に飲んでる場で閲覧がね、アイテムがいっぱい稼いでるから閲覧があって、社会でやるのは恥ずかしすぎるってことだよ。ネットではさ、ここではさ、ね、仕事してるから偉いんだ。ね、お前ら配信者は。